皆さん、こんにちは。こんにちは。ね、鈴木哲郎だけど、多分来年はつわもの祭で出ようと思ってます。一人じゃ集客力ないから、つわもの祭で集客力ないから。そう、わかんない。まあ、和楽器はね、人気が海外はいいんじゃないね。日本はいいんじゃない。さあ、では、まずはじめに、織田信長をやります。風林火山じゃなくて、本能ですね。家康が参ります。
安だけで泣きます。障害が難しいんですね。はい、戦国時代、ついにね、武田信玄は上洛を目指します。海を出発して、そして、ね、伊方ヶ原で家康を呼ぶ、ね、伊川に入ってね、でもね、伊川に入って野田城を包囲して、信州に今は野田城を包囲しているうち、今ちょっとね、もともと体調が悪かったのか体調を崩してしまいますね、まあ、残念ながらそこから、はい、西に行くことなく海に戻ってしまいます。で、今からやるのは風林火山、詩吟の風林火山と武田節2位をやります。
すがでした。次はあのビアをやります。はい、これはビワなんですけど、ビワっていうのは薩摩ビワとね、あの筑前ビワってありますね。これは筑前ビワになります。で、今からやるのは平曲って言ってね、あの平曲っていうのは平家物語のね、あのビワ講師が語りながらね、演奏するんですよね。自分は目が見えますよね。で、このバチはね、あの実は薩摩バチ、まあ、あんまりその辺はとてもいいみたいにね、あの筑前ビワを薩摩バチで弾いても大丈夫ですということでね、今からやるのはあの平家物語のね、冒頭のとこですね。祇園章とか、ちょっとはい、では大丈夫もうちょっと前で、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 はい、では行きます。祇園章。
ろんな噂がありまして、ね、でもね、自分はYouTube で学びました。大河ドラマでね、なんだっけ、鎌倉殿ですね。その頃ちょうどビアが流行ってた、実は、ね、密かにやってて、ビアを購入して、YouTube 見てね、自己流で、長言も自己流なんですね。ということで、さあ、今日のね、メインは徳川家康。今から羽歌のね、岡崎城南部、そしてその後にね、津軽諏訪戦の、創作のね、若き日の家康をやります。
民謡コーナーできまして、太鼓と笛もお願いしてもいいですかね。柴山さん。じゃあ、まだですか。あと、まあ、ちょっと動かしてください。はい、じゃあ、田中サボンドと三光節を続けてやりましょう。踊ってください。よさこいで。来年は、つわもの祭で出たんですよね。
します。はい、ありがとうございました。面白い。やっぱりみんなでやるかな。